明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。さあ始まりましたアプカミ。今回のお相手はジュースジュースの高木さゆきとモーニング娘。21の横山れいなです。ハロープロジェクトのメンバーが毎回交代で進行していくこの番組、アップフロントグループに所属する様々なアーティストの制作の裏側に迫っていく番組です。普段は見えない部分をこのチャンネル限定で公開していきますので、たっぷり楽しんでください。私たちのレコーディングやリハーサル、メンバーが紹介するヘアアレンジやメイクなど、制作の過程をお届けしていきます。さあ今回が2021年最初の配信ということなんですが、はい、2021年始まりまして、いろんなところで新年の抱負とかを言うと思うんですけれども、うん、はい、アプカミでは裏側をお届けするという番組ですので、ここでは2021年の裏抱負、そして裏目標を発表していきたいと思います。はい、新年の抱負は1年を通してこんなことしたい、できるようになりたいなどね、いろいろあると思いますが、実はこんなこともしてみたいというのをね、それぞれ発表していきたいと思います。はい、ではまず私から。私高木さゆきの2021年の抱負は、そうですね、パフォーマンス、ダンスをもっと磨いていきたいなっていうのがありまして、はい、こうなんですかね、あのメンバーの中でも稲葉真奈香ちゃんとかすごくダンスが上手な子がいるので、はい、なんかね、こう髪の毛までこう使ってこうサバって踊ったりとかするのがかっこいいなって思うので、私もやりたいな、やりたいなっていうか頑張っていきたいなと思うところなんですが、そしてですね、2021年の裏抱負、裏目標は、まあ、ちょっとさっきも髪の毛っていうのが出てきましたけど、なんか髪の毛をサラサラにこうしたいっていうか、まあ、ダンスにも使えるって言ったらあれですけど、こうなんか表現の一つにもかっこよく見せれたりもするので、うん、していきたいなっていうのもあるんですけど、もう一つの理由として、はい、あの美容院が、はい、あの横山れいなちゃんと一緒なんですよ。そうなんです。そう、知らなかった。私が合わせたわけじゃなくて知らなくて、たまたまなんか美容院の方から横山れいなちゃんが来てるっていうのを聞いて、はい、ってなって本人に聞いたら同じっていうことで、なんかすごく嬉しかったんですけど、まだ美容院では会ったことないので、はい、通い詰めればいつか会えるかなと思って会いたいですね、美容院で。そうですね、緊張しちゃうかもしれないんですけどあのそんな裏目標があります。はい、はい、そして私横山れいなの2021年の抱負は、うん、もっといろんな知識を増やしたいという抱負を立てたんですけれども、うん、2021年で私20歳になるんですよ。そうなんだ。はい、なのでこう一歩大人になるということで、自分の好きなものだったりとか、うん、趣味、私はすごい楽器とかが大好きだったりとか、うん、あの芸人さんが大好きだったりとかするので、うんうんうん、そういうなんか自分の好きなものに対する知識をもっともっと2021年は増やしていきたいなと思ってこの抱負を立てました。大切ですね。はい、そして2021年の裏目標なんですけれども、うん、私はあの返信をもっと早く返すという目標を立てました。なんか連絡来た時とかに。そうなんです、遅いの？すっごく遅くて。そうなんだ。はい、あのメンバーだったりとか友達とかの返信もそうなんですけれども、うん、こう仕事のメールとかも結構こう返信が遅かったりとかして、結構なんか、あ、困らせちゃってるなって思うことが、はい、今年は自覚あるんだね。あるので、うん、あるからこそ、まあ、直せるんじゃないかなと思うので、うん、そうだね、自覚はたっぷりとあるので、ちょっと2021年はしっかりとその返信もちゃんと返していきたいなというふうに思ってます。うん、はい、頑張っていきましょう。はい、はい、ご覧のあなたの裏抱負、裏目標は何でしょうか？ぜひコメント欄に書き込んで教えてください。はい、ということで今回のアプカミ、まずはこちらから。モーニング娘。20ミュージックビデオ撮影メイキング、12月16日にリリースになりましたモーニング娘。20のニューシングルから、ギューされたいだけなのにのミュージックビデオ撮影の様子をご覧ください。本番回しなさい。音ギューされたいだけなのに。懐かしい。かわいい、パンダさん。すれ違いがテーマで、なんかそのすれ違いをこうなんかちょっとステージみたいな、舞台みたいなもので表現できればいいかなっていうので、まず最初布かぶってるっていうのが、
種のかけられているっていうので、まあなんていうんですかね、こう内にしまわれてしまった気持ちみたいな、まあ、多分そんなことだと思うんですけど、まあ、とあとなんかシルエットで人が歩くみたいなのはこうちょっとすれ違いみたいなのを、まあ、舞台すごい舞台のステージングっぽい形で表現してみましたっていう感じです。かわいい4回目の MV 撮影なんですけど、なんか未だに全然緊張します。そうなんだ、でも全然緊張してますね。目は全然緊張しないでできた。あの布のフィッってやつがすごい楽しくて、うん、何あのマントをつけてるスーパーヒーローの気分でかっこよくできたと思います。楽しそうな顔して。ここにいる時は緊張しなかったんですけど、うん、あのキラキラ言ったら緊張しちゃって、リオちゃんの方が緊張してたから、うん、なんか大丈夫でした、うん、楽しかったです。生体の顔正面振り向くときに瞬きしないように気をつけてください。はい、では、スタート。振り向いたときの顔をかっこいい系にしましょうか。では、スタート。はいはいはい、いいですね。で、カメラを見てください。どうぞ。一人ずつ、一本ずつ持ってもらってみる。じゃあ、そうですね。あ、それは持てないけど。それはなそうか。はい。そうですね。そういう感じで。ギューされたいって言ってたから、なんかギューッとするものを考えたら、まあ、紐ギューッとするから、まあ、紐でも取っとくかっていうので、まあ、なんか紐にギューッとされてるみたいなのが面白いかなと思って取っております。まあ、ちょっと演劇っぽいですし。恥ずかしい。確かに。ギューつけてるの見られるとなんだ。こういう感じになってて、なんかこの紐がいいから、この紐は下げようかな。はい、はい、難しそう。なんかもう横にこういって、こっちで引っ張って、あ、はいはいはい、はい、一回これでちょっと、すごい小田ちゃんの目力がはい、じゃあ行きましょう。音ください。
なんか顔がもう上からとりあえず上からパクッとかぶってます。モーニング娘。トゥーゼロの花あかねと田中美希です。の2人でお送りします。すごい。3、2、1。もうかっこいい。取った。かっこいいな。この曲ギューされたいだけなのには、うん、こうすごい今回のミュージックビデオはなんかこう曲の歌詞とそのミュージックビデオがなんかすごいマッチしている感じがして、うんうんうん、私はすっごく好きなんですけど、うん、こう先ほどの映像でこう監督さんもおっしゃっていたんですけど、うん、なんかこうギューのイメージをこう紐で表現したりとか、うんうん、そのウサギちゃんシンドロームをそのままウサギちゃんで表現したりとか、うん、すごい分かりやすくこう歌詞の意味をそのままミュージックビデオに表現しているので、うんうん、なんかこう CD の歌詞カードでこう歌詞を見ながらなんかこうミュージックビデオもたくさん見ていただきたいなって、うんうん思っています、うん、なんか私もすごく好きな曲なんですけど、はい、ダンスもかっこいいし、はい、ミュージックビデオもかっこよくてなんか中でも好きなのがあの山崎めいちゃんが、はい、あのなんですかね女って単純とかなんかそういうちょっとおませさんなセリフというか、はい、歌詞を歌ってるのがすごく好きで、はい、こうあんななんかなんですかスーパーヒーローみたいとか言って布で遊んでた子がそんなこと言って ね、なんかクールな表情してるのがすごい可愛いなと思って、うん、そこにすごいハマってたので自分の中で、はい、あの今後もね成長を見守っていきたいなと思いました。はい、皆さんもたくさん聴いてください、うん、はい、以上モーニング娘。トゥーゼロギューされたい竹の実のミュージックビデオ撮影メイキングでした。明けましておめでとう。続いてはこちらです。アンジュルムミラーミラーボーカルレコーディング。アンジュルムのニューシングルからミラーミラー、伊勢レラのボーカルレコーディングの様子をご覧ください。気持ちなんていうかな、もうリズミカルに歌いたいかな、はい、うん、メロディー的な部分で言うと、はい、今ので全然 OK です。はい、お願いします。まとわりつく退屈から逃れたくてここへ来たの。スピンのまま勝負しなよ、簡単に見せてあげないよ。エアないの、そうそう、その感じ、その感じで、もっとかっこつけちゃっていいし、もっと、もっと笑ってていい、はい、クールに笑ってる感じ、はい、うん、なイメージ。まとわりつく退屈から抜かれたくてここへ来たの。スピンのまま勝負しなよ、簡単に見せてあげないよ。ええやないの、その感じでもう一回行ってみよう、はい。まとわりつく退屈から抜かれたくてここへ来たの。スピンのまま勝負しなよ、簡単に見せてあげないよ。 OK、 じゃあその感じで2番もいっちゃおうか。はい。音楽も視線も言葉も通り過ぎていってしまうの。メイクとか褒めてもらっても
なんて返せば感じがいいかな。はいはい、いやもう全然いい感じです。そうね、音楽も視線も視線も全然もう一個一個短く、短いところは短く全然いいから、はい、はい、もう行ってみよう。お願いします。音楽も視線も言葉も通り過ぎていってしまうの。メイクとか褒めてもらってもなんて返せば感じがいいかな。はい、OK。 なんて返せば感じがいいかな。私やっぱり嫌な子だ、かなりやばい自信ない。ちょっと重くなったかな、はい、うん、もうと、もうもっと、うん、はい、軽くていいです。もう一回言ってみよう。なんて返せば感じがいいかな。私やっぱり嫌な子だ、かなりやばい自信ない。軽くはなったんやけど、はい、大きなノリは今のだとなくなっちゃうのね、はい、うん、で、大きなのっかりにするとどうしてもこうダラダダダダダってこうベターっとしがちなんやけど、さっきみたいなギタラッタタラッタタンタンタンっていうしっかりこう一個一個の音符みたいなのはピョンコピョンコしてて全然よくて、ちょっと声がキラッとすれば多分大丈夫やと思うんだ。そんなところだけちょっと意識してやってみよう。なんて返せば感じがいいかな。私やっぱり嫌な子だ、かなりやばい自信ない。わかってるしだけど、この世が一番注目されたい、ほっといてほしい、心はいつも正反対。ちょっぴりの好き、めちゃくちゃ不安、みんなみんな裏と思って。あ、いいやんいいやんいいやん、うん、全然あれここちょっと歌いにくいねんけどって思いながらも多分今歌ったと思うねんけど、あ、でもその感じでいいよ。心はいつも正反対、ちょっぴりの好き、めちゃくちゃ不安、みんなみんな裏と思って。あ、いいやんか、裏と思って。ここもうちょっとかっこよくなるといいな、はい、うん、今ちょっとなんか低いところは逆に、あ、難しいってなちょっとなってると思うんだけど、あんまり難しいって思わなくていい。もう軽くボーンと投げる感じで全然いいから。心はいつも正反対、ちょっぴりの好き、めちゃくちゃ不安、みんなみんな裏と思って。オッケー。ごめん、その前のさ、全部全部渡したよーってあれやんか、はい、これ下ハモやってみようかな。今歌本番はメインがここやねんけど、はい、全部全部渡したよー、はい、うん、みんなみんな裏と思って、オッケー。はい、じゃあ以上ですかね。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。伊勢レイラちゃん、すっごく歌が上手だなって改めて思ったんですけど、うん、何ですかね、こう私たちも大勢さんのディレクターが大勢さんなんですけど、はい、私が言われてるようなことも、うん、まあ、分かる分かるっていう感じで私も見ながら思ってましたし、難しいよねっていうところもあって、うん、なんか結構笑いながら歌ってっていう言われることがすごく多いんですけど、うん、私自身もなんかこう低い声とかだとこうどんどんこうって口がちっちゃくなっちゃったりとかするので、なんかすごい気持ちがわかるなと思いながら見てたし、あとはなんかこの曲自体もすごいアンジュルムっぽいというか、みんなでこう盛り上がれる感じがすごく楽しい曲だなと思って、かっこいいなと思って見てるので、今後もねパフォーマンスも楽しみにしてたいなと思います。
はい、私もすごい個人的に伊勢レイラちゃんの声がとても好きで、うん、でこう12月にあの船木結さんの卒業コンサート、うん、武道館公演をこう見学させていただいたんですけど、うん、その時もこうミラーミラーを披露されていて、すごいレイラちゃんかっこいいなやっぱりっていう、うんうんうん、やっぱこうすごい笑顔とかくしゃっと笑った顔とかすごい可愛いなっていつも思ってるんですけど、うん、こうかっこいい曲になると一気にこうすごいかっこいい声でかっこいいダンスでこうパフォーマンスをしているので、すごいなんか注目のメンバーの一人だなと思っていつも注目して見ています。はい、というわけで以上アンジュルムミラーミラー伊勢レイラのボーカルレコーディングでした。今日はゆっくり過ごそうよ。ジュースジュースの高木さゆきとモーニング娘。21の横山レイラがお送りしているアップカミ、続いてはこちらです。宮本かりん未来のフィラメントボーカルレコーディング、12月10日に配信曲としてリリースしました宮本かりん未来のフィラメントのボーカルレコーディングの様子をご覧ください。はい、そんじゃ調整良ければ撮っていきましょう。はい、お願いします。故郷を飛び出した時のこと、異郷で恋をした時のこと、瞳に映る星々の模様、天気浮き回しながら、天気浮き回しな回しで切れるから、はい、回しながら、うんうんうん、はい、あの、そうね、頭産業はもうこういうことなんだと思うんだ、うんうん、天気浮回しながら、あ、そういうことかな、うん、そういう感じかな、うん、まあ、ガラ、うん、もうちょっと繋がっちゃっても大丈夫だけど、はい、ちょっとそれぐらいこう、滑らかな、うんうん、ほんの気持ちちょっと強くなりつつあるから、うんうんうん、あの、もうちょい優しい感じで今みたいな感じで一本ください。はい、故郷を飛び出した時のこと、異郷で恋をした時のこと、瞳に映る星々の模様、天気浮き回しながら、はい、ありがとう。話をしようからの、はい、4行やろうと思います。はい、話をしよ久しぶりに、話をしよいつも通り、今君はどんな場所でどんな歌聴いてるの。こう漂う感じっていうのがベーシックにありながらも、うん、要所要所でタン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 、ずっと淡々とやっちゃうと、うんうん、リズムが見えなくなるとしんどいので、うん、なんだろうな、タンタン、うん、タラタタ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 ラなんて、要所要所のアタックのをつけてあげるって感じかな、ボリューム差をつけてあげるというか、うん、抑揚をつけた方がいいかな。わかりました、うん、話をしよ久しぶりに、話をしよいつも通り、君はどんな場所でどんな歌聴いてるの。はい、OK、うん、ありがとう。そしたら、ねえ、ねえからの4ついきましょう。はい、ねえ、昔は世界が平らだったから、空を越えるのってさよならだったんだって。ちょっと試しなんだけども、タタ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 って、なんかそのタタタとか、なるべく音符がはっきり、なんていうの、そうそう、みそうってバン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 じゃなくて、タタララって、その、なんていうのかな、音符と音符の間をこう、はい、描いてあげるというか、はい、丸い感じで、そういう感じを意識していっていくくださいな。はい、わかりました、はい。ねえ、昔は世界が平らだったから、空を越えるのってさよならだったんだって。はい、ありがとうございます。
1番サビ。はい、はい、最果てから最果てへ、星座をたどって君へ、心までつなぎて。そうだな。で、7個伸ばしたらさすがにうざいか。7。5、うん、はい、ちょっと1回だけ試していいですか。はい、大丈夫です。最果てから最果てへ、星座をたどって君へ、心までつなぎて。そうか、でもやっぱちょっとなんか苦しく感じる。苦しく感じますよね。なんか、戻します。ごめん、つないで、はい、4つ。4つ、わかりました。心までつなぎて。はいはい、オッケー、ありがとう。なんだっけ、その2円とこの夜楽園とか、うん、別キャラ、別キャラのイメージある。なんか私のイメージでは、うん、ずっとハモってるんですけど、うん、主となる人が2行2行で変わる感じ。ちょっとやってみて、はい、ちょっと作りながら一緒に考えようかな。はい、うん、そうね。夜はスクーテッドもセッコもソシャベル猫もソダイロンテレコもかつて妄想でえそうなこと流星のフィラメント連綿とずっと照らしてもう寂しくならないよ。なるほど、なるほど。声優さんとかでいうキャラ分けだね。だからこれとあのもう一個の、はい、ちょっと一回違うトラックでやってみよう。はい。夜はつくテッドも線香もソシャベル猫もソタイロンテレフォンもかつて妄想でへそらごと。2人目のキャラからやる。2人目から、はい、キャラから。2人目のとこだけ歌っていけばいいですね。そうそう、はい。夜はつくテッドも線香もソシャベル猫もソタイロンテレフォンもかつて流星のフィラメント連綿と寂しくならないよ。バッチリ。かわいい、かわいい方だ。はい。さしゃべる猫も妄想で絵空ごとずっと照らしても寂しくならないよ。そう、そんなことだ。はい、いただきました。終わりです。はい、はい、お疲れ様、ありがとうございました。はい、宮本かりんさんはなんかこう全ての曲をなんか全部自分のものにしていく感じがすごい憧れで、なんかこう全部の曲に対してこうなんか感情意味をこう全部こうその曲全てに捧げるみたいな感じがすごいかっこいいなって、かっこいいね、はい、思っているのと、今回のこのレコーディング映像も個人的にすごい宮本さんのな行が好きなんですよ。なにぬねのがすごい好きで、なんかこうなみたいな表現するのは難しいんですけど、うんうん、その今回の映像でこう宮本さんのな行がたくさん出てて嬉しかったです。ちょっと注目してみますこれから、はい、そうですね、私自身はこうやってなんかかりんのソロ活動の、うん、ソロ活動というか、まあこの時はまだジュースジュースの宮本かりんでもあるんですけど、はい、それと並行してこのソロの宮本かりんとしてのこうレコーディングをしてたと思うんですけど、うん、なんかそういうのを見るのがなんか初めてなので、うん、なんか不思議な気持ちもあったんですけど、うん、そのかりん的には多分ジュースジュースのかりんとしての歌い方とまたちょっと違うのかなというふうにも思ったりもするし、その表現丸一曲自分一人で歌うってなるので、そこでこう表現できることもこういろいろ自由になってきたりするから、今後のかりんもすごく楽しみだなと思ったので、ね、頑張ってほしいなと思いますし楽しみに見てたいなと思いました。はい、以上宮本かりん未来のフィラメントボーカルレコーディングでした。2021年もよろしくね。高木さゆきと横山玲奈がお送りしてきたアプカミ、お別れの時間になりました。はい、今回のアプカミは、うん、こうモーニング娘。20のリリースされたいだけなのにの
ミュージックビデオの風景をこう流していただいて、なんかこう個人的にもやっぱりこうメイキング映像っていうのは初めて見たので、うん、あ、こんな感じで撮影してたんだなっていうのが知れてとても面白かったです。はい、私は、宮本かりんちゃんの未来のフィラメントのボーカルレコーディングの様子を見て、うん、なんかまあさっきも言ったんですけど、そのかりん一人ソロ活動してる様子というか、こうしっかり見たのが初めてだったので、こうパフォーマンス以外ではね、なのですごくなんか新鮮な気持ちだったし、なんかわかんないけど、なんだろうな、寂しいわけじゃないんですけど、うん、なんか恥ずかしいみたいな、なんか不思議な気持ちになりましたね。なんで私が恥ずかしいのかわからないんですけど、なんか今後もね、その宮本かりんちゃんも頑張っていくと思うので、ジュースジュースもね頑張っていきたいなと思いました。頑張りたいと思います。よろしくお願いします。アプカミではアップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの制作の裏側に迫っていきます。普段は見えない部分をご紹介していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。今回のアプカミ、お相手はジュースジュースの高木さゆきとモーニング娘。21の横山玲奈でした。さようなら。